無意識と貿易性。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は無意識と貿易性について見ていきたいと思います。現社分野でも必須の超超品質分野になってくるんで、丁寧に見ていきましょう。今日扱う人物はフロイト、ユング、アドラーです。特にフロイトを分厚く見ていきたいと思います。フロイト、人物データ。ユダヤ人の商人の子で、オーストリア、ウィーンを中心に活躍した精神分析学の創始者。心理的原因によって手足の麻痺などのヒステリーが起こることを学び、神経症、ノイローゼの患者の治療を行っていきました。著書は精神分析学入門、夢判断などがあります。フロイトのポイントは2点。無意識と貿易性です。まず、無意識とは何なのかということですが、フロイトは精神を氷山で例えてみましたと言ってます。この図の左側の方に意識、全意識、無意識とあるでしょ。意識として出ている部分はほんの少しで、ほとんどの部分が無意識ではないかと考えているんですね。フロイトは人の心をこのような図で説明しています。これが少しわかりにくいので、少しデフォルメしてわかりやすくした図で紹介していきたいと思います。フロイトの考える人の心の構造はこのような形になっている。心の外の世界、外界から心的エネルギーが流れ込んできます。このエネルギーのことをリビドー、または性衝動と言います。リビドーは性的な衝動、エロスとも言われるからね。ここを受け止めるのが S、または井戸とも言われて、無意識の領域にある本能的、衝動的なエネルギーが蓄えられる部分です。この S は快楽原則に支配される場所なんです。さらに上のピンクのところ見てください。こちらが超自我です。スーパーエゴとも言われ、欲望や衝動を制御していく道徳的な意識だとされています。そして右側の青色で塗った部分は自我です。現実を認識して超自我の統制を受けつつも、 S の欲求に対して現実原則に従って外界に適応できるよう調整していく場所なんですね。もう少し詳しく見ていくよ。人の心には無意識と全意識、思い出そうとすれば思い出せるもの、そして意識、この3つに分けられるとフロイトは考えた。外界からリビドが流れ込んできて、 S がそれを一旦受け止める。その後自我に流し込んでいくわけですね。この性衝動を発散させるべきか、そうでないべきか、自我がスーパーエゴ、超自我に対して聞くわけですね。そうしたらこのスーパーエゴが、そんなことしたらダメだよと禁止の命令を出す。そうすると自我が S が蓄えた性衝動を発散するか、それともスーパーエゴがそんなことしたらダメだよの方を採用するのか、バランスを取るんですね。そして最終的に、やはりここではダメだという結論になった場合、 S に捨てるんですね。辛い記憶や欲求不満に関しては S にポイッと捨てちゃうんです。この捨てる行為のことを抑圧と言います。発散できなかった欲求不満などは全て無意識にポイッと捨てちゃう、抑圧しちゃうということです。フロイトは人間に無意識というものがあると定義した人物で、めちゃくちゃ有名なんですね。その無意識の現れだと考えるのが、一つ、夢分析です。夢は無意識の願望が形を変えて現れたものだと考えたし、二つ、言い間違いです。錯誤行為とも言われ、口を滑らせて言うべきではない本音を言ってしまうことは無意識の現れとされるんですね。フロイト的失言とも言われますが、例えばの例で言うと、議長が会議の開会を宣言しますと言わないといけないところを、会議の閉会を宣言しますと言ってしまいました。これは会議の形成が不利だった議長が早く終わらせたいという願望が無意識に現れてしまった例だということです。さらに無意識の例を表す3つ目はエディプスコンプレックスです。子供の母親を独占し、父親にとって変わりたいという願望と、それによる葛藤や不安のことを指す。ギリシャ神話のオイディプス王を語源とするんですけど、このギリシャ神話では知らずに実の父親を殺してしまい、知らずに実の母親を妻としてしまったことを知ったオイディプス王のことを表す。オイディプスは自らの目を潰して、そして王位を退き旅人になったというお話なんですけど、この子供が父親から母親を奪い独占したいと思う気持ち、これは達成できないよね。その分欲求が溜まってしまうという葛藤や不安のことをエディプスコンプレックスという、無意識の独占欲の表れなんですね。フロイトは言います。人間は不快な状況、欲求不満、フラストレーションな状態に陥った場合、無意識に自我を守ろうとするシステムがあるんだ。この無意識に自分を守ろうとすることを防衛規制と言います。無意識の中に抑圧された記憶や葛藤を分析することを精神分析学と言います。これを最初にスタートさせたのがフロイトだということね。
では防衛規制の種類を見ておきましょう。失恋という強い欲求不満、フラストレーションが溜まった A 君はどのような行動をするのかというのを見ていきます。主に11個の行動があるということですので、注意して区別しながら見ていってください。まずは合理的解決。よし、他に好きな人を見つけよう。理性によって現実的に考える。なんて素晴らしい切り替えのできる人でしょう。しかも前向き、合理的に解決しちゃった場合ですね。これはフラストレーションを溜めずに解決しちゃってますから、防衛規制ではありませんよ。注意してください。合理的解決は防衛規制ではない。続いて、僕を好きだと言え。欲求不満を衝動的に取り除こうとする近道反応。こちらも自分のフラストレーションをバーッと発散しちゃってます。言葉の暴力、さらには身体的な暴力をする場合は、これは近道反応になります。近道反応も防衛規制ではありません。同じように失恋をしてノイローゼになる場合は失敗反応って言われたりもするからね。こちらも防衛規制ではありません。じゃあ続いて抑圧です。忘れてしまえばいいんだ。自分で認めがたい自らの観念や欲求が無意識というところにギュッギュッと押し込められる様子。これを抑圧と言います。センター学問の例文見ておきましょう。小さい頃から深刻ないじめに遭っていた A さんであるが、現在はそのことを全く覚えていない。まさに無意識のところに抑圧されたフラストレーション。これは自分を守るために無意識に抑圧しました。よって防衛規制ということになる。続いて、投影、または投射とも言います。あの子はわがままだったんだ。わがままはあなたでしょ、と言われていますが、自分の嫌な性質や欠点を相手の欠点のように転化してしまう様子。転化しちゃうっていうのがポイントですよ。センター例文こちらも見ておきましょう。ある集団に対して投影されたステレオタイプは、投影する側が心理的に自らのうちに持つ否定的なイメージであることが少なくないと。自分の嫌なところを相手に転化してしまう。これが投影、または投射と言います。続いて、同一視、または同一化とも言います。俺って悲劇の主人公と一緒だな。恋愛漫画や映画の主人公に自分を重ね合わせてフラストレーションを発散する方法。他者の能力や業績を自分のもののように考えて満足することも含みますね。例えばで言ったらさ、子供を役者にしたいがために徹底して英才教育をするお母さんみたいな感じかな。子供と自分を同一しちゃうみたいなパターンです。センター例文見ておきましょう。自分に対する先輩からの不満を感じている B さんは、厳しく後輩を指導する同級生を見て怒りを感じている。これはまさに同一視っていう例文ですよね。続いて合理化。彼女は大した女じゃなかったさ。振られたことは自分にとってプラスだったんだと言い訳をしたり、理屈付けをして自分を正当化していくんですね。センター例文見ておきましょう。留学することを諦めた C さんは、グローバル化が進んでいるので留学なんて意味がなくなっているんだと言ってると。まさに理屈付けの合理化ですよね。続いて代償。僕には地下アイドルしかいないな。満たされない欲求を別の対象に移して満たそうとすること。よくいませんか、同級生でも。とっかえひっかえ女の子を変えて、どん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 付き合っていくタイプ。これまさに代償ですよね。次々といろんな人と付き合うのも、この代償という欲求不満を解消する無意識の防衛規制なんですよ。続いて、消化。俺はバスケに生きるんだ。攻撃性や性的な衝動であるリビドーを芸術とかスポーツなどの社会的価値のあるものに置き換えちゃうという行為です。センター例文見といてください。失恋した高校生の D さんは、広く社会に関心を向けてボランティア活動に打ち込んだ。失恋してボランティアに打ち込むとか、もうすごいですよね、この子。めちゃくちゃできた子やなと思いますが、さすがセンター試験って感じしますよね。こうなってほしいんですかね、高校生に。それはさておき、代償と消化を合わせて置き換えって言ったりもしますからね。別の対象に置き換える代償、別の社会的価値のあるものに置き換える消化、合わせて置き換えですよ。9つ目、逃避です。もう恋なんてしないなんて。苦しい事態から回避すること。いるよね。失恋したら病気になっちゃうとか逃げちゃうみたいなパターンね。その場からの逃避、空想への逃避、病気への逃避があります。空想に逃げちゃうってことはアニメに逃げちゃうっていうのもこれ逃避ですからね。続いて対抗。付き合ってくんなきゃやだ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 。幼児化することによって問題を避けようとする。こんなパターンの男子嫌ですよね。センター試験の例見ておきましょう。就職活動がうまくいっていない大学生の E さんは、3歳から4歳の頃に好きだった絵本を繰り返し眺めている。ちょっと怖いですが、
センターの独立行政法人もよくこの文章を採用したなぁと思いますよね。最後に反動形成、よく出てきます。嫌がらせをしてやれ。抑圧された欲求とは正反対の行動を示す行為です。好きだからこそ嫌なことをするっていうのはね、小学生の時とかよくありませんでしたか？これはまさに反動形成ですよね。センター試験例文見ておきましょう。人から批判されるのではないかとビクビクしている F さんは、いつも大きな声で攻撃的な喋り方をしているとあります。これも非常にいい例文でした。ここがポイント。さあ、防衛規制復習しておきます。失恋した場合、合理的解決や近道反応、こちらの方は解決したり、もうそのままフラストレーションを発散しようとしちゃってますから、防衛規制ではありません。一方で、無意識に抑圧するパターンは防衛規制。他にも、自分がダメなところを相手に転嫁しちゃう投射。漫画や映画の主人公と自分の境遇を同一視するパターン。あいつは大した女じゃなかったという言い訳をしながら受け入れていく合理化。合理化と合理的解決は少し違うんでね。この3つはよく区別問題出てくるんで注意しておいてください。さらに、好きな女の子では満たされなかったから別の対象に移し替えちゃう代償。社会的価値の高いものに置き換える消化。この2つは合わせて置き換えですよね。逃避になるパターン。やだやだやだという対抗。幼児化しちゃうパターン。好きな子に嫌がらせをしちゃう反動形成。ストーカーもこの反動形成と言われていますけどね。しっかりと区別するべきは区別して押さえていってくださいね。品質中の品質です。人間は社会環境や自然環境との間で調和を図りながら自分というものをコントロールし適応しているんだというふうにフロイトは考えました。フロイトのもとにはユングやアドラーなど多くの弟子が集まったんですが、無意識や心的エネルギーについての考え方の違いによって少しずつ離れていくようになっていきます。フロイトの弟子、ユング、人物データ。スイス生まれのユングは、医師の国家試験の勉強をきっかけに、精神医学の世界に踏み込み、フロイトの夢判断に衝撃を受けたと言われています。フロイトは、無意識が抑圧されたもの、性的な欲望との関連が深いと考えたのに対して、ユングは、無意識の持つ創造性を積極的に評価していきます。著書、無意識の心理、心理学的類型があります。ユングは無意識というものに対して肯定的な、積極的な評価をしています。人の心というのは意識、安定性と統合性を持つ部分。ここの頂点に自我があると。さらに個人的無意識、抑圧、忘却、意識に上ってこなかったものを指します。さらに一番深いところに集合的無意識があるとしました。人類に生まれつき備わっているもの、これが人類共通の集合的無意識だと言うんです。集合的無意識。ユングは世界各国の神話を分析しました。ギリシャ神話や旧約聖書、日本の古事記などです。どこの国の神話にも共通の事柄があるじゃないか。人類には共通の無意識があるのではないかと提唱したんですね。ユングは無意識は広大な歴史的な倉庫であるという言葉を残しています。集合的無意識に収められているひな型テンプレートを原型アーキタイプと名付けました。最後にアドラー見ておきましょう。人物データ。ウィーンのユダヤ人の家庭に生まれました。フロイトと共に精神分析学協会の設立メンバーであったが、個人の心理は無意識的衝動だけでなく社会的な要因によっても影響されると主張し、フロイトから離れていきます。もう著書はめちゃくちゃ有名な嫌われる勇気、大ベストセラーにもなっているのでぜひ一読してみてください。アドラーのポイントは保証です。劣等感について研究したアドラーは、身体的、精神的劣等感を補おうとする防衛規制を保証と呼びました。欲求を似たもので満たそうとする代償や消化とは異なるものだということは分かっといてね。そしてコンプレックス。コンプレックスという言葉を初めて使ったのはユング。無意識の中にある複数の感情のまとまりで自我の働きを乱すものとユングは定義しました。一方でアドラーは、劣等感によって適応できなくなった劣等感コンプレックスがあるというふうにコンプレックスという言葉を使っています。最後にアドラーの言葉紹介しておきましょう。人は誰でも体や能力に劣った部分を持っている。その劣等感を克服するために人は皆他人より優れたものになろうとする力への意志を持ち、目的に向かって努力するのだ。アドラーの有名な言葉でした。以上、防衛規制の種類は内容を含めて絶対暗記が必要な部分でした。しっかり区別しながら理解していってください。
今日はここまで。